リハビリテーションには限界があって、どんなリハビリテーションを続けていったとしても突破できない壁があって、身体機能の回復が止まるということを本で読んで知ったわけですけども、私は日々のリハビリに真剣に打ち込むことはやめませんでした。これは一つは周りでしっかりと言いますか、周りで献身的にサポートをしてくれている、家族であるとか励ましてくれる友人に対して、私がその真剣にそれリハビリに取り組まないと、失礼に当たるじゃないかと、真剣に生きる姿勢を示すことが少なくとも人として必要であろうということで、私の考えのもとやってまいりました。まずそれが心の支えだったということも言います。で、これは周りの方からの私に対してよく言われるんですけど、今申し上げた通り、いわば前向きな考え方で発症してから今日まで来てるわけですけども、普通に考えると体に障害を負ったというような大変な状況だというふうに、羨ましいですねというふうに言う人はいないと思います。私の性分なんですけども、そこで大変ですねと、声を、かけられることもありますけども、かけられたとしても、そこで暗い顔で、そうなんですよというふうにはしたくないというのが私の性格なんですね。むしろ逆に、いやそんなことないですよと、頑張ってやっておりますので、ご心配いただきありがとうございますと、いうふうにずっと笑顔で答えられるような、そういう人間でいたいなと思っております。やっぱりそれは、大変な状況を大変ですねと言われて、大変だとそれを認めて、でも状況は変わらないわけで、そうであれば少しでもプラスの要素を見出してやっていこうという、この活動を通して申し上げているそのチャレンジの発想ということであります。